ではこの間描いたグリムドン先生の似顔絵が完成したので、絵の解説をしていこうと思います。まずこの間の生放送の時のなんか振り返りみたいなのをしようと思います。ちょっとなんか言い訳なんですけど、その人物画自体すごい久しぶりだったので、なんかこの完成時点では全然多分似てなかったかなとは、まああえてそのそっくりには描かないようにはしてるんですけど、なんか久しぶりだったのでその2色だけにして描いてます。そうですね、構図を直したりなんか雑談しながらすごい楽しかったですね。先生と車の話とかして、なんかたまにまたやりたいなと思いました。まあなんだかんだって、まあ一応人の形、まあ女性の形にはなったかなくらいに前回の生放送ではいけたかなと思います。であのあと家に持ち帰って完成したのがこちらですね。ちょっと先生には、本当に、全然似てないかな、雰囲気だけかなと思ったのでちょっと書き直しました。まずその四隅の余白とかを埋めたりして、濃いところをもうちょっと濃くしたりして、白い部分をもっと白くしたりして、あと輪郭がもうちょっとあの丸い感じだったのでちょっと修正しました。そうですね、お顔はすごい難しいですね。本当にただただ描き込むって感じなんですけど、なんか似ますようにと思いながら描くって感じですなんて言ったらいいのか、実際に人を見ながら描くのもあの正しいやり方というか、実際見て描くに越したことないんですけど、やっぱりちょっと動いている人とか自分が動くと見える角度が変わっちゃうので、あの静止画を見て模写するのも練習するにはありなのかなと思ったりします。あと微調整ですね。結構水分を多めに含んだ筆でこう鳴らしながら描いて、本当に明るいところは白い絵の具をベタッと塗ったりして顔の細部を描き込んでます。本当になんかプロセスみたいなのないので、どう話したらいいかなってなってるんですけど、まあなんだかんだって完成したのがこちらです。放送の時よりはもう本人あの先生に似たのかなと思います。どうでしょうね。まあ本当に書こうと思えばこれあのもっと書き込むことはできるんですけど、まあそれはそれでちょっと問題なので問題って言ったらいいかわかんないんですけど、まあ程よいところでストップしてます。はい、以上ですまたあの他の方とかも、書ければなと思ってます。